チャック・テイラーはアメリカ合衆国のプロレスラー。本名、ダスティン・ハワード。ケンタッキー州マレー出身。ハーディングンにあるオールドスクールレスリングアカデミーに入門し、ブランドン・ウォーカーの指導の下、トレーニングを開始。2002年12月15日、16歳の若さでプロレスラーとしてデビュー。ただし地元ケンタッキーでは、プロとして活動できるライセンスを取得する年齢に、 満たしていなかったことから、当初は、テネシー州やイリノイ州のインディー団体を中心に、活動していた。チーム会 IST として活動するテイラー、イカルス、グランアクマチャックテイラーのリングネームで2006年6月24日に、力に、初参戦。同団体が主催する、ヤングライオンズカップ王座決定戦トーナメントに、出場し、1回戦で、リコシェから勝利。 準決勝に進出したが、同日に行われた、準決勝戦6ウェイイリミネーションマッチに敗退した。11月17日、力のトップ戦線で活躍するエディ・キングストンとシングルマッチで対戦。ラリー・スウィーニーの乱入によるアシストを経て、最後は、オコーナーズ・ロールアップで勝利を収めた。その後、クリス・ヒーローを率いるキング・オブ・レスリングなるユニットに合流し、 翌2007年2月、イカルスグラン悪魔と共にキング・オブ・トリオに出場したが準決勝で敗退した。4月22日、レーデ・ボラドーレスに出場。PAC、リコシェ、リテイル・ドラゴンを交えた4ウェイマッチを制し、決勝でリンス・ドラドを下して優勝。力のリングで初めて勲章を獲得したが、直後にチームメイトのヒーロー、 スウィーニーらとの確執が発生し、ユニット間同士の構想に発展。5月27日に、イカルス悪魔と共に、ヒーロークラウディをカスタニオリスウィーニー組と対戦し勝利。構想を制した後、カオから離脱して、イカルス、悪魔らと共に、新ユニット、チーム界 IST を結成した。6月24日には、空位となった。 ヤングライオンズカップ王座決定戦で、リコシェから勝利を収め同王座をダッシュ。ヘリオスに敗れるまで、約4ヶ月間王座を保持し続けた。コロニーとのマスカラコントラカベジェラ戦に敗れ、髪の毛を刈られるテイラーとイカルス2009年に行われたキング・オブ・トリオでは、再びイカルス悪魔の FIST として出場し、決勝でチームアッパーカットから勝利を収めた。 キングオブトリオ優勝後は、コロニーと交想に入り、5月24日に、イカルスと共に、コロニーとマスカラコントラカベジェラ戦として対戦したが、敗戦。試合後にイカルスと共に髪の毛を刈られてしまったが、この試合を機に、コロニーとの不和を解消した。2010年に入ると、新たに、ジョニーガルガノを、海 IST に加入させ、勢力を増強。2011年9月には、 ガルガノとのタッグでカンペオナートスでパレハス王座に二度体感するなど力のトップ戦線として存在感を発揮した。プロレスリングゲリラには2008年8月30日にデビューしキャンディス・レラへとシングルマッチを行い勝利を収めた。同年に行われたバトルオブ・ロサンゼルスにも出場したが1回戦で TJ ・パーキンスに敗れた。2009年より ケニー・オメガとタッグチーム、メンオブ・ロー・モラル・ファイバーを結成。同団体主催のタッグトーナメント、DDT4 に出場、ヤングバックスが保持する PWG、世界タッグ王座にも挑戦した。2010年からは、オメガとタッグを解消し、ブライアン・バトン、ライアン・テイラーと共に、ファイティング・テイラー・ボーイズとして、活動を開始したが、テイラー自身の PWG への参戦回数が、 少なくなり始め、短期間でチームは消滅。2013年よりトレントとのタッグチーム、ベストフレンズを結成した。2014年1月、決勝で、インナーシティマシンガンズから勝利を収め DDT4 を制し、PWG で初となるタイトルを獲得。2016年には、ダルトン・キャッスル、トレバー・リー、マーティス・カル、トレント、 アダム・コールラとシングルマッチで対戦していずれも勝利を収め、シングル戦線としても頭角を表し始める。2017年7月7日、PWG 世界王座を保持するザック・セイバー・ジュニアと対戦。テイラーはこの試合に敗れた場合、二度と PWG 王座に挑戦できないという条件が課せられたが、最後はオーフル・ワッフルを決めて、勝利、同王座をダッシュした。 エボルブには2010年1月16日にデビューし、チャーチとシングルマッチを行い勝利を収めた。その後同団体では、リコシェ、クラウディオ・カスタニオリ、ジミー・ジェイコブス、マイク・クワッケンブッシュ、オースティン・エリーズらとシングルマッチで対戦試行勝負を展開。年末に発表されたエボルブ・イヤー・エンド・アワードでは、MVP とブレイクアウトスターの両方に選出された。 2016年7月16日、リングネームをダスティンと改めて久々に、エボルブに参戦。ドリュー・ギャロウェイと共に、エボルブ・タッグ王座を保持する、キャッチポイントと対戦し、勝利、同王座をダッシュした。ドラゴンゲート・ USA には、2010年7月24日に、デビューし、アダム・コール、アリク、キャノン、リコ・シェラと4部マッチを行い勝利を収めた。同団体では、 ジョニー・ガルガのリッチスワンラと共にロニンの一員として活動。2011年3月にはドラゴンゲートに初参戦を果たした。インパクトレースリングには2016年7月13日にデビュー。ロックスター・スパッドとティネ、X ディビジョン王座挑戦者決定戦の予選で対戦し勝利。翌14日、X ディビジョン王座の挑戦権をかけた。 ラダーマッチに参戦したが、挑戦権を獲得するに至らなかった。ローには、2017年5月13日に、チャッキー・ティーとしてデビュー。六本木バイスと共にバレットクラブと対戦し、勝利を収めた。その後、同団体では、バレッタと共にベストフレンズとして、再始動し、6月23日のベスト・イン・ザ・ワールド2017にて、ヤングバックス VSO マシンのロー。 世界タッグ王座戦に乱入。自分たちにもタッグ王座への挑戦資格はあると主張したことで試合は3ウェイトルネードマッチに変更。急遽試合に出場することになったが、王座ダッシュには至らなかった。2017年11月6日、新日本プロレスが主催するタッグリーグ戦、ワールドタッグリーグにベストフレンズとして出場することが明らかとなった。 カンペオナートスでパレハス王座を掲げるテイラーその他、アメリカのインディ団体を中心として、多数のベルト獲得歴あり。ありがとうございます。